Oke guys, kembali lagi sama Aman Kowe di channel Kowe Males. Dan malam ini kita akan mainkan lagi game Ghost of Tsushima. Dan malam ini adalah part ke-6 ya. Dan jika kalian suka videonya, jangan lupa ditonton dan jangan lupa di subscribe. Terus dukung channel Kowe Males ya, agar terus berkembang dan menyajikan game-game yang lebih baik lagi. Kalian bisa cek juga video-video saya yang lainnya, video game-game yang lain. Dan ini dia Ghost of Tsushima continue. Kita sudah masuk ke act 2 ya. ノリオだ。だが他の層がおらぬのと立ちは大きな災いから対馬を救ったといいます。いかなる敵を相手にしたのかお教えしましょう。いや、たるのいもん。 連れ戻してきます。猛虎とて我らの助けを止められはしません。酒井様、ノリオ、他の僧はどこだ。村の薬師を訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか。方針が猛虎に従ったおかげで、抗う者は殺し、従う者に褒美を。 奴らのやり口だ。手向かえばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたに過ぎません。そのために我らがおるのだ。 Ya, salah satu aliansi kita ya nanti pada saat penyerbuan kastil Norio. どこへ行ったか分かるか。茶畑の向こうへ行きました。足跡をたどるぞ。仲間は無事でしょうか。治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が通じる。さあ、ご覧ください。素材が足りないようですね。 また来よう。どうか。 ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。 足跡だ。
沼の方へ行ったか。よし、方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてもらいました。方針はどのような僧だ。佐賀で流行り病のあった時、顔や手足が腐り、皆から見放された病人を進んで手当てするような男です。大した男ではないか。方針曰く、僧兵は怒りに駆られている。ですが私の薙刀は少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。いました。お主は残れ、ソーラが捕まらぬようにな。という侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。じきに戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、やつら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に。
腕利きの屈指ゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと。方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。Brasil. か見たやもしれぬな。もしお前がなんて名前だっけ。誰のことだ。猛虎の中さあうちの道具を見ていってください。恐れながら数が足りませんね。ではまたいつでもいらっしゃってください。ごめん。魚ああそれに酒。児童様は酒飲みだからな。武士を知らぬか。弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。雅子様がお一人。石川先生が危ない。擦り傷よ。何故先走ったのですか。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。
まずまずの敵だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ、心を乱される。先を急ぐぞ。どのような野営です。兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための体のいい道具よ。巴は蒙古に着く前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは賊の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのですか。まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの賊と同じように処したまで。弟子だというのに。贔屓するわけにはいかんからな。これは何事だ。たわむれにあやめおって。これは稽古だ。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。走れ走れ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか。あやつの母はお麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろうとも。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し。武士は心を磨かればな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ。殺すためではない。どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切る。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。ジルさん、無礼。巴が抗えば殺さねばなりません。さま、どうかお覚悟。弟子の戸川、死も追わねばなるまい。わしが切ろう。しかしあえて人殺しに育てたわけではないでしょう。弟子に取ったとき、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。もう着くぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練り。上出来だ。見るは二度、見るは一度。ここから歩こう。聞こえます。弓
び取りを着々と育てておるわ。芸術折衷だ、日本式ともな。ムクロを的に。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所が分かりましょう。先陣を切れ、わしが弓で援護する。カネタの木でも見事だったぞ。巴がおらぬ。確かですか。調べましょう。物資の目録、弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ、さらに増えるな。フミだ。日本語です。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴だな。わしの教えは水泡に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。さっきの目録、修練場探しの頼りになります。裏切る者を成敗するぞ。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。
今のは。いや、捕まえにしてやる。お侍様、お力をお貸しください。病か。恐ろしいことをくちばしっています。化け物のような鷹が人を連れ去り地の底へ運ぶとか。狂人のざれ言のようだが。しかし正気に戻る時もあるのです。奇妙な衣をまとった猛虎兵が弱らしに現れ経を唱えていたそうな。その猛虎兵が対馬の民に何かしたのでしょう。死人の浜の近くです。赤島か。
調べてみよう。お気をつけください。あの者の話、恐ろしくてたまらないのです。Надо Сандра помогать.
내 내게 뭐 있어? 木に打ち入ったお方ですね。志村様の恩人だ。祈りが通じたようです。さあ早く逃げよう。どうしようもない。ただ死を待つだけ。忘れません。安全なところへ。抜かれてないぞ。
そん。Le coup de son tabac! Il est déjà joué! Somme son guénachique, bol son chum à la ta! Cutting him to the back! For that exact!気をつけろ。生きるんだ。あと一日だけでも。まさか様のような強さだ。お礼の印にこの鍵をお持ちください。島を守るため使わせてもらおう。
いい子だ。やってもらせろ。いつも穏やかな旅に出よう。皆殺しにされました。気の毒に。どこで襲われた？四つ辻です。通る者は捕らえられ、下人にならない弱い者は切り捨てられました。俺が仇を討とう。家族を弔ってやれ。
止まれ、浪人。何用で参った？浪人ではない。酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。うむぎ谷の佐藤さだ。さあ、こちら。参りましょう。まず御前にご挨拶。いかがでしょう。素材が足りないようですね。どうかご武運を。このお方が産麦御前です。産麦谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあご用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろ。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことづかった。志村様が何をしろって。今度まで下踏みを届けろ。そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことだ。菰田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだ。いや、うんちょれや。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる。お主が下踏みを届ければな。生きてるだけで幸運だと思わなきゃね。そうだな。俺んちはここだ。入りな。猛虎の囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。浪人が何用だ。あ、これはこれは。なぜ五郎の家なんかに。何だと。いや、出直します。誰か娘を知っていたら教えてくれ。誰か娘を見てないか。ごめん。
侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて民が詣でに来るときに鳥居がなくては困るでしょう。今こそ加護がいるときだ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。火のぼりも崖のぼりも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご符もそこで得られることでしょう。はい、お伝えします。ウムギ谷でゴロを見つけました。酔っておったか。さましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下文の使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士、鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く、近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませる。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつける。走れ、出かけ。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎殿、知り合ったいきさつは。お金製の殻の絹を売っておこう。あのを捕らえてな。絹を燃やし、表面してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い先導は寝がたいからだ。もうこの囲みは厚い。ゴロは抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。死を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。この身の兵が船に行さんいますから。では奴らの気を他にそらさねば。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取り、我が父が槍川家から奪ったもの。
今や猛虎の砦で侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです、死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ、良いな酒井。Ya, semua nyerbu. Mart. Port ini terade. Ini tu dah. Moko wa tenguai teki da ga. Kui sae tsukereba shouki wa aru. Sore dake de toride wo otosemasu ka? Taze toi edo, issei ni wa kakatte koraremai. Iku tabi teki no fui wo tsukeru to初手だけで十分、残りは切るのみだ。もうこの兵だ。隠れて行けば敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。立つもりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。深く劣るな。周辺隠れて。受ければな。よし、下がり続け。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。どうしよう。Shot to kill!
すな。なだけにしよう。おしょ、どうしよう。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこのヒアリも。おばちゃん、敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。もうこの船を潰せ。砦の兵は任せろ。おじ上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取って
菅大臣、一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの、成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍がつくまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。堺家の鎧を手に入れ、槍川に加勢を頼む。義のある友とやらも連れていく。ユナに会い、大見村で鎧を得ます。終わったら我がクバラの陣所に来るがよ。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。Jadi kita berhasil ya menyelesaikan misi yang pertama, Message in Fire. Jadi setiap act itu ada 3 misi ya, 3 misi utama. Dan kita udah memasuki act 2, ada 3 misi juga. Dan kita baru menyelesaikan yang pertama. Dan jika kalian suka videonya, jangan lupa ditonton dan jangan lupa di subscribe. Dan kita akan lanjutkan lagi besok malam ya. Dan terus dukung channel Kayak Males ya, dengan cara subscribe tentunya. Dan jangan lupa videonya ditonton ya. Dan kita lanjutkan lagi besok malam. Oke, okay? Saya Aman Kowe and good night.